はい、坂本です。今回はこんな座り方ばっかりしていると血流が止まって血管が詰まってしまうということと、その対処法を実践していきます。日本人は世界でも特に座っている時間が長いと言われている人種になります。さらに座っている時間というのは動きがほとんどないので、もともと血流は悪くなりやすいんですが、そこに加えて座り方が悪いとさらに血流を悪くしてしまうので、そうならないようにですね、今から注意してほしい3つの座り方というのを見ていきたいと思います。まず1つ目がですね、片方に傾いて座ってしまうということです。これが意外と多くて、しかもなかなか自分で気づきにくい部分になるんですが、このようにまっすぐ座っているつもりでも傾いてしまっている、もしくは最初はまっすぐだったとしても座っている時間が長くなるほどに知らない間に傾いてしまう、その他生活環境のせいで傾いてしまうというのもあり、なかなかに厄介な部分なんですね。実際にこの前にですね、このように曲がっていくというのはですね、意識している人は多いと思いますが、前に曲がるのと横に傾いて曲がっていくというのはですね、体にかかるダメージはむしろ片側だけにかかってくる力だけを言えば、この横に傾いていく方がより強くなって血管を圧迫してしまい、詰まりやすくしてしまうんですね。前に傾くというのは体全体で支えることになりますが、横というのはですね、こっちの片側の部分にだけ体重がかかっていくので、圧迫力が実は強くなってしまうんですね。圧迫力が強くなってしまうということは、前のこれぐらいの傾きと横のちょっとした傾きでもかかる圧力というのはですね、同じようになってしまい、より実は気をつけなければいけない部分になってくるというわけなんですね。そしてさらにこの横に傾くというのは、前に倒れてしまうのに比べてもう一つ厄介な部分があって、傾いた方のお尻を圧迫してしまいやすいということなんですね。そうなることによってお尻の部分にある血管だけでなく神経というのも圧迫しやすくなってしまいます。そうなってくると片側の足の血管や神経が詰まってしまって、お尻が痛いとか足がしびれるとかですね、そういった座骨神経痛のような症状が多く出やすいのも特徴です。座骨神経痛なんかの人はですね、いつも片側の足やお尻だけが調子がおかしいと訴える座骨神経痛の人とかはですね、こういう風に片方に傾いていることが特に多いです。そして大体人ってそんなにコロコロ椅子変えないで同じ椅子の同じ場所に座ることが多いので、そうやって傾いた座り方をしていると下のクッションもこのようにへたっていきます。そうなってくるといつもと同じように座ってるつもりでもクッションがこういう風になっていくので、自然と傾きは年々強くなっていきます。しかも人間はちょっとずつ変わっていくこの動作に対して賢いので、それが平行と認識するようになるので、これが長年染みついてくると平らなところに座ってもこういう風に座りたくなってくるというわけなんですね。その他にも傾いてしまう原因というのは机なんかとの兼ね合いですね。例えばパソコンのマウスがあってこっちに常にこう動かす体勢が多いとか、そういった要因でも傾いていきやすいです。なんでこういう風にですね、どんどん知らない間に傾いていく体にならないためにも、この前だけでなくですね、これからはこのどこも大丈夫かなという風に注意するようにしていってください。そして次2つ目が体をひねって座る人です。これもさっきの傾いて座ると同じですが、ひねって座るというのはさらに厄介で、雑巾をイメージしてほしいんですが、雑巾を上と下からですね、このようにギュッとするのとねじってこういう風にギュッとするのでは、どちらが雑巾の中を血管や神経が仮に走っていたとして、こうするのとこうねじるのでは圧迫してしまうかというとねじる方なんですね。なのでその分血管にかかってくる圧力というのも余計に増えてしまうので、より血管を詰まらせてしまいやすい姿勢になるのに加えて、このねじっている人というのはそもそも傾きも起きている可能性が高いので、二重の意味で血管を詰まらせやすい姿勢だということです。そこでこのねじってしまう原因なんですが、例えばですね、よくあるのが足をですねこのようにねじって座ってしまう、こういうような体勢をしてしまう人ですね。これはほぼ女性の人で、あんまり男の人でやる人はいないと思いますが、にですね、下半身をこっちにねじってしまってこのように座ろうとする、この座り方をしてしまうというのが1点と、家で座っていたとしても、例えばですね、よくあるのがテレビの一
置がこっちにあるとかでですね、こうやって座って椅子を動かせないでテレビの位置も動かせないような配置になっていると、こういう感じで常にテレビを見続けるようになってしまう。これは一例ですが、その他にもいろいろな家の家具の配置とかで座ったところからこう斜めを向いて何かをしなければいけないとかですね、そういったのもあると思います。それが癖づいてくるとねじったままで座るのが当たり前になっていき、やがてはですね、まっすぐしているつもりでもこうやってねじれていく、これが自分の中でまっすぐということになっていってしまうというわけなんですね。そして頻繁に足を組んでしまう人というのはですね、このねじりとか傾きが発生していることが多く、人というのはどうしても本能でまっすぐでいたいと思う生き物なんですが、こういう風にねじれたり傾いたりしているせいでまっすぐになれないから、これを帳尻合わせするためにこういう風に組んだりとかして、なんとか重心をまっすぐにしようとしていくわけなんですね。なのでたまに疲れたから動かすために足を組むとか、たまにやってる人とかだったらいいんですが、もう常時組まないと気が済まないとかっていう人はですね、もう結構傾いてねじれてると思ってもらって構わないです。そしてそういった人がさらにこういう風に曲げる動きを入れていくと、今度ですね、ここの部分の血管が圧迫されて詰まっていきます。なので常時ですね、足を組む癖がある人というのがですね、強引に組まないようにしようと思っても結局どっか他の部分がですね傾いたりねじれたりしているわけで、結局それが我慢できないから組んでしまうということが永久に続くので、こういう人はですね、組むのをやめていくと同時にですね、まず自分がねじれたり傾いたりしているこの癖をですね、一緒に戻していくということをやっていってください。特にこのねじれはですね、傾きと一緒に発生することが多く、ねじりながら傾けていくとかかってくる力というのは凄まじいものになるので、血管を圧迫する力、詰まらせる力というのも凄まじくなっていきます。このねじりを強引にまっすぐにするためにさらに足を組んでねじるなんてやると、これはもう詰まっていって当然と言えるような体勢に自らなっていくので、いきなり戻すのは無理でしょうが、少しずつ意識して変えていくようにしていきましょう。そして次3つ目がですね、これも結構多いんですが、足をですねこのように椅子の下とかに入れてしまう人ですね。例えば座ってる時によくこういう風にですねしている人とか多いですよね。これもたまにやってるぐらいならいいんですが、常時こればかりやっている人とか、無意識でこれをやっちゃうような人っていうのは、常に下半身、特にこの膝から下ですね、ここの血流が悪くなって血管が詰まりやすくなってしまいます。そしてこの座り方はただこうやって座るだけでなくてですね、いろいろあって、例えば椅子が高すぎてこういう風につま先が常に立った状態になってしまっている人とか、足がこんな風になってしまっている人とか、頬とかバリエーションはいろいろあるんですけれども、全部ですね力がかかっている部分の血流を悪くして血管を詰まらせていってしまうと思ってもらって構わないです。そしてこの足のいろいろな動きもですね、なかなか自分で気づきにくい部分であり、最初こうやっているのに何か作業とかに集中していたら知らない間にこうなっているとかですね、後から出てくるかっていうのも結構あるので、たまにですね自分の足がですねそうなっていないかというのをですねチェックする癖というのをですねつけるようにこれからしていってください。はい、ここまでで血管を詰まらせてしまう座り方というのをお伝えしてきました。では今からですね、そういった座り方をどのように変えていけばいいのかということと、血管を詰まらせないトレーニングを実践していきましょう。ではですね、圧迫させないためにやってほしいことというのはですね、すごく単純で、まず圧迫させてしまう原因というのはですね、1点に体重がぐーっとかかってしまう、このような状態にならないということと、もう1点、無駄にぐーっと力を入れた状態にしないということです。1点に体重がかかってない、均等に体重がかかっている座り方ができていたとしても、体に力がぐーっと入っていると筋肉で血管を締め付けてしまうので結局詰まっていきます。なのでこの2つが揃わないと血管が詰まらないように流れ続けるというのは難しくなってくるんですね。なのでまず一番最初に大切なのが脱力です。完全に力を抜き切って座るということが大切です。絶対にどこにも力が入っていないようにしてください。つまりこういう風にビシッとならないということです。ダランとしてください。これで体の力が全部抜ける状態になるわけですね。その状態で体重をかけるところはこのお尻と足の付け根のあたりにある座骨と呼ばれる骨になります。この骨の部分にしっかり体重を乗せることができれば、体重は骨の上に乗りますし、体の全身の力は抜ける、つまり血管を圧迫しない座り方になります。そしてここからですね、この左右の傾きを軽減させるために、人が見ていないときはですね、少しこの足をですね開くようにしてください。開けば踏むのもできなくなりますし、歩もできなくなります。その上左右にも傾きづらくなります。そしてここも開くので、実は血液の流れというのもですね、こんな風に閉じているときに比べて流れやすくなります。そして足はですね、できるだけまっすぐの状態で足裏をですね地面にペタッとくっつけるようにしてください。まあ足裏は絶対にくっつけなければいけないというわけではないですが、自然にこのように座ると足裏ペタッとくっつくと思います。椅子の高さによってはちょっとそれが厳しい場合もあると思いますが、基本この座り方ですね、これを意識
識するようにしてください。で、これが常に意識できている状態でですね、ずっとこれで座ってて疲れてきたからたまに5分10分こういう風に姿勢を崩すとかですね、そういうのは構わないです。一番最悪なのが普通がこんなんとかで、たまにいい姿勢しないとと思ってこんなんしちゃう人ですね。これどっちも最悪の姿勢なんで、最悪の動きから最悪の動きに切り替えていく、つまりどこにもいい部分がない座り方になってしまうので、今回お伝えした座り方ですね、できる限りですね意識するようにしていってください。これが基本としてあった上でですね、お手軽に血流を流せるトレーニングをやっていきましょう。じゃあですね、手をですね胸の前あたりに置いてもらって、この状態ですね、肘を動かして体をひねっていく、こういうイメージで30秒2セットですね、今からいきましょう。OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね、同じようにいきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次はですね、このように椅子に手を置いてもらって、この状態ですね、少しお尻をですね上に上げる、そして椅子に座る、これをですね30秒2セットですね、今からいきましょう。こういう風にですね、お尻を上げて椅子に座るですね。この時にですね、だいたい足とお尻が一直線になるぐらいまで上げて下ろす、これを目指してください。まあもちろんそこまでいかなくてもこれぐらいでも構わないです。はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね、同じようにいきましょう。はい、OK です。はい、では今回の動画を参考にして、これからの健康な体づくりに役立っていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。